はい、どうもこんにちは、マッキーです。今回もビヨンド2ソウルやっていこうと思います。というわけで、前回の続きから。晩餐、大使館の後の逃亡。あ、だから、逃げる前、CIA をジョディが抜け出した理由がわかるのかな、これで。ボクシング？ジョディ、はい、ジョディ、いや、ライアンだ。ライアンか。ライアン、あのさ、メールは読んでくれたかな。それってどのメール？3日前に送ったやつだよ。結構前。いや、ああ、壊れた。最近 PC の調子が悪くて、メールの内容は？ディナーだ。今夜、おしゃれなレストランで。とにかく、もう遅いし、いや、行こう。いや、行こう。やだ。ごめんなさい、私。ねえ、それじゃ、うちでディナーしようよ。新しい部屋を見たいって、前に言ってたじゃない？てか、そういう関係にいつの間に。オッケー、美味しいワインを持っていくよ。それじゃ。すげえな、ライアン。食事レストラン予約して断られたけど、ワイン持ってくるなんて、お前できる男すぎるだろ。部屋を片付けなきゃ。ん？だから PC を吹き飛ばしたの。ああ。ライアンに会わせたくないから。そういう感じ？ねえ、あんたには関係ない、エイデン。私の勝手でしょ？これ、いろいろ回ってた方がいいのかな？もういい。最低。何を言わせるつもり？怒ってる。私はあんたのものじゃない。私が誰と付き合おうと、それは私の勝手でしょ？ほっといてよ。ちょっと、あんた聞いてる？私の勝手、わかった。もう付き合ってるんだ。いい。正直ライアンは好きよ。魅力的で、それに頭もいいし、面白いし。だから本気で好きになりそうなの。オッケー。7時間で。片付けよう。片付けて服着替えなきゃ。どれが一番、片付けかな。片付けが最初かな。よし。本は、OK、どこ？本棚へ。本棚、ここ？ここ本棚じゃない。なんだ、さっきの時間で確認しろってことだったのか。やってしもうたな。ちょっと、荷物多すぎ。よし、洗濯物は洗面所のバスケット。洗面所？これ？はい。よし、OK。こういうとこも、ああ、ちょっと。鏡は大事。え？ちょ、待ちなさいよ。顔見ただけか。シャワー浴びる？あ、ちょっと待って、まず片付けからだな。片付け、ああ、バカ。片付けしてもエイデンが、あ、そんな片付け方でゲームが。とりあえずゴミ。ゴミ箱はキッチン。ゴミ箱はキッチン。そうだ。ディナどうしよう。ウーバー、ウーバーイーツ。キッチンに何かあったはず。ちょっと視点やばすぎ。これかゴミ箱。視点、動かせない。オッケー。
料理どうしよっか。電話しちゃう？こういうの手作りの方が。1時間で作れるものを探さなきゃ。冷蔵庫にあるもので。チンジャオロース、これ美味しそう。しかも簡単そうだし。チンジャオロース。チキンカレーと野菜グリルか。ああでもワインに。でも作れそう。宅配ピザ。まあ合成じゃないけど。どうだろうな。準備はいらないし簡単だし。それもありか。ああどうしよう。チキンカレー。チキンカレーにしよう。家庭的な感じだしきっと気に入るはず。私が失敗しなければだけど。失敗させるわけにはいかないぜ。ジョディ一世一代の。これは大事だ。これは大事だぞ。ちょっと。トマト。あるね、チキン。いいぞ。失敗するわけにはいかない。そんな、エイデン。やめてね。ありがとうエイデン。ありがとうありがとう。ほい。おっしゃ頑張ろう。まさかの1時間。やばいな。服も何かもうお気に入りの服あんのかな。あー目にしみる。ほい。お気に入りあるのかな。それが一番重要だよな。最初から着る服が決まってたらいいけど。どうする。ここまではオッケー。オッケーオッケー。鍋か。鍋鍋。椅子取ってもうちょいデカ鍋がいいんじゃないのか。あの鳥入る。あ、下であれか、この器か。これで作るんだ。カレールーとかあるの。てかメニューっていうか、あの作り方の紙一切見てないけど、すげえよ。こっしょう入れとくか。え、こうか。こしょう、こしょうだけお願いします。こうこう。こしょうは入れすぎは良くないかも。生姜か。生姜も入れとくか。生姜、これ美白効果があるんだっけ。お、レシピには載ってないけど。何そうなんですか。知らないですけど。入れとくか。全部やらないと。そんなの聞いたことないけどな。こんぐらいにしとくか。それじゃ。いや、塩入れるべきか。待って、レシピを見れたのか、もしかして。自分で見ないといけないパターンだった。あ、やっべ、早いって。やば、もう来たの。聞かれてないよ。今行く。行きたくないな。どこだ、部屋どこだ。ここか。エイデンか。エイデンでしょ。やりやがったな、エイデン。最高、エイデン。オッケー、コウさん、ほら、ドア開けて。頼むよ、エイデン。頼むって。頼むって、エイデン。頼むよ。
エイデン、ちょっと開けてよ。 L1 R1。 この家では私がルールなの、エイデン。よし、あんた喧嘩売ってるの。ああ、上等じゃない。鼻血が。ちょ、着替えるか。ねえ、時間の無駄だよ、エイデン。絶対にライアンに会うんだから。何？エイデン、私のこと大好きパターンやね。これは一旦無視して、着替えやろう。着替えが重要かな。シャワー浴びる？おう。とりあえずシャワー浴びて着替えて、オッケー。着替えは持ってるのか。いい服探すのに時間かかる。あー、気持ちいいぜ。服はどうしようか、マジで。正直、部屋の汚さはどうにか、ライアンが来たらどうにかしてくれると思いたいんだけど。ある程度エイデンがやってくれたって思うんじゃないかな。オッケーオッケー。で、いい服は？お、いいね。ドレス、ドレス着ちゃう？いやー、でも服か。家の中か。もうちょいラフな感じ？どこに服があるんですか？こっちですか？ここはトイレ？違うな、こっちじゃないっぽいな。なんか窓開けられるんだけど、ちょっとそれ関係ないからいいや。服はマジでどれ？このままあったらやばいぞ。違う。絶対違う。今やることじゃねえ。落ち着いて。オッケー、落ち着いて。焦る必要ない。うまくいくって。うまくいくよ。うまくいかせてやるから。え、ここが自分の部屋でしょ。くそ、頼む、俺に着替えをくれ。あ、ここだ。きたー。エレガント、セクシー、クール。うーん、難しいなー。エレガントはちょっとやりすぎだからクールでいくか。セクシーはちょっと攻めすぎ。どう、ライアン、今日はちょっとラフにヴィンテージ選んでみたんだけど、ほら、クールでしょ。どう？うん、ちょっと一旦着てみよう。よし、自分らしく行こう。別に気を引く必要なんかないんだし。あー、うーん、悪くはない、悪くないな。うわー、バカ野郎。いい加減諦めたら、エイデン。オッケー、今日はライアンとディナー。分かった。でもちょっとセクシーも見たかったな。エレガントは多分あれなんだよね、前いっちゃん最初に着てた、多分あの服、あの赤いドレスだと思うんだけど。そろそろできたわ。できてないな。じゃあ部屋の片付けしよう。ほい。もうエイデン、イライラさせないでよ。オッケー。あとは、あ、机の上か。ちょいちょいちょい。いや、机の上はいいのか。あとは何？
できること大体やったと思うけど。これか？何？ああ、いいね。ワイングラス。皿。オッケーオッケーオッケー。ああ、こういう、テーブルの感じなら、もうちょい上品に行った方が良かったのかもしれない。わからない。ちょっとわからないけど。ほい。いいね、アロマ。バカー。あ、本当笑えないエイデン。ライアンが来てからやった方がいい説あるけどね。素敵。すごくロマンチック。うん、服の交換はできませんかね。あとは、もう大丈夫？そろそろ大丈夫？窓あったから窓見るか。あ、そっか、確認しないと。ちょっと自分の姿をちょっと化粧する感じ。ほい。 You have me。 お前には俺がいるぞ。あいつはいらない、僕がいる。ああ、やっぱり。やめて、エイデン。エイデンは男の子だね、完全に。いや、男か分かんないな。そう言われると分かんないな。でも僕がいる。和訳の問題か。これはなんだ今の。トイレも掃除しないで大丈夫？大丈夫か？大体いいんじゃないか。何かあるか？あ、バツ。何これ。19時40分。ああ、なるほど、時間ね。あれ？これは？何のお時間？あれ、あそこ8時20分。おー、来た。家のドアどこだったっけ？ですよ。こっちだな。ここだ。ほい。やあ、ライアン。エイデン、お行儀よくね。私は真剣なんだから、お願い。本当よ、エイデン。大事な日よ。おう、ライアン。どうも。あ、2001年のシャトー・マルゴー。いい年だって店員が言ってて。どうもありがとう。いや。ん？あ、座って。あれ持ってくる。ほら、ワインオープナー。ワインオープナー。どこだーい。ここか。おお、バカ野郎。いい部屋だね。え？そう、ありがとう。です、冷蔵庫。言うこと聞いて。閉めて。オッケー。料理はこの後かな。一旦こっちじゃない、まさかのこっちじゃない。そっちか。ほい。開けようか。うん、私が。そうか。頼む。バツ。ほい。オッケー。うまいね。ほい。今ちょっとこぼれてなかった。ありがとう。新生活に。乾杯。
キャンプ新生活に。いつ引っ越したの？2週間前。局が見つけてくれたの。家具も最初からついてて。え、何かできる？私やんないよ俺は。初めてなの。その一人暮らしは慣れるまでかかりそうだけど。そんな変なことは俺はやんないよ。いろいろ。あなたはどの辺に住んでるの？ああ、町の外れに住んでる。ちょっと食料を確認しに行こうかな。この町で育った。これはやっちゃダメなタイプだよね。今も両親と弟がいる。俺は16の時に家を出た。そうなんだ。 16？ そう。それってもしかして追い出されたの？何もしないぞ。いや、いろいろとごたごたしてて。義父は飲みすぎると暴力を振るう人でね。だから殺し合いになる前に家を出たんだよ。なるほど。あの、お？どうして CIA に入ったの？大学を卒業後、何の目標もなくってさ。ああ、兵隊もやった。いろいろやったよ。旅も冒険も。どれも自分には向いてないと思った。でも CIA に誘われた時はこれだって思えたんだ。CIA によく誘われたな。すごすぎるだろ、お前。よし。あ、そうだ。料理見てこなきゃ。ほら、私料理ってかなり初心者だし。手伝う？うん、でももっとワインがあったら嬉しいかも。そうか。うん、いい匂い。あ、OK？ チキンカレーに野菜のオーブン焼きの。いや、塩入れるべきだったかな。作ったんだ、美味しそうだよ。うん、大丈夫かな？塩を入れとくべきだったか？美味しい？うん、美味しいよ。本当？ありがてー。やってくれてよかった。じゃ、ジョディ味見しなさい。いや、しないってだから。一緒に働くようになって2年経つけど、君は謎だらけだ。謎か。あの、そんなに話すことがないから。DPA の施設で両親と暮らしてて、それでその後は姉さんとね。あとはよく知ってるでしょ。ご両親とはたまに会うの？両親か。あの父たちは会わないでしょ。会うことない。怖がってたし、私が他の子と違うから。だから私が親って呼べるのは姉さんとコールだけ。エイデンのことも教えてくれた。自分に向き合って受け入れることも、大変なこともあるけど、でも進歩してる。なんもないよね。姉さんは君とエイデンのリンクについて説明してくれた。うん、あんまり。インフラワールドのことはいろいろ解明してたけど。何もしないぞ、エイデンちゃん。エイデンも分かっていないの。自分が誰なのか、一体何なのか。今もここにいるの？会話を聞いてる？いますね。聞いてます。うん、ちょっと暴走しないように頑張っております。いつもそばにいる。うまくいってほしいな、ジョディ。ね、自分はどうなの？こっちに家族は？いや、両親はまだオレゴンにいる。あまり会わないようにしてるんだ。うん。あなたは結婚はしてるの？それとも。いや、いや、ただしてたことはある。ああ、そうなんだ。前の妻とは別れて、そろそろ2年になる。なんかうまくいかなくて結局ダメになった。いい思い出もあるけど、別の道を歩むことにしたんだ。なるほど。君は気になる人は？いるって言っちゃおう。その、私にはエイデンがいるから。いい。
こっちの世界には。あなたよ。いつもエイデンが人を寄せつけないから、それとも私自身がかな。きっと私は好かれるには変わりすぎてるの。君は特別だ。エイデンとは関係なくね。ああ、前回もキスしたのに行くか。ああ、お、マジっすか。いや、エイデン黙ってないぞ。あららら、ら、これはもう私の手に負えないな。あ、これはアシストかな。ほい。あ、違う、アシストじゃねえ。あれ、エイデンだから。アシストじゃなかった。靴を脱がしてやるのかと思った。よし。見なかったことにしよう。皆さん、遠目から見ておきます。どうですか、この辺なら。うぅ。ずっと、あれ、どうすんの。エイデン。はい、何でしょう。ありがとう。任せなさいって、本当にそこまで野暮じゃないっすよ、私も。え、これでどうやって CIA 抜けるっていう選択肢になったの。晩餐、チキンカレーか、なんだっけ、なんだっけこれ、わかんねえや。なんだっけ、あのピーマンと豚のやつ、なんだっけあれ、名前忘れた。カジュアルな格好に着替えた。ジョディとライアンを放っておいた。はいはいはい。アパートを掃除した。エイデンに締め出された。で、ライアンと夜を共にした。おお、 28%。 あとはどんな選択肢。ライアンを外に締め出したみたいな。はい、というわけで今回はこの辺で終わろうかなと思います。いやー、なんていう、なんか、なんとも言えない気持ちになりました。はい、というわけで今回は以上です。また次回続きやっていきたいと思います。それじゃあ、またね。